グラデーションでレザーを間引いていきます。耳上の部分は少しこうふんわり感があるとメリハリが出やすいので、その部分、耳上の部分は少しこう小さくパネルを取ってレイヤーで線を入れていく、こういう風なイメージで線を入れていくと、こうした時にパッと浮き上がってきて